伸ばしてここでやはりボールが止まってますね。これが止まらないように持ってこれたら最高のキャッチングですですかね。それを今やるために目を使ってますね。目を使ってます。基本的にバスケットボールのボールを持つ選手はボールを見ることは一度もないです。前向きで、はい、ワンカウントショット、ツーカウントでインサイドをつきます。この時に大事なのはジャンプするこのテイクオフの足、これをついでに必ずやらないということです。この足を踏み込んだ時に重心の位置が大事になります。軸足に重心を残さないと技は絶対使えないです。